司会のシュニッツラー、黒いチャンネルは、ドイツ民主共和国の国営放送だった、ドイツテレビジョン放送が制作していた、ドイツ連邦共和国のテレビ報道を風刺した、プロパガンダ報道番組である。1960年から1989年まで放送。同番組は、東ドイツのジャーナリストであった、カール・エドアルト・フォン・シュニッツラーが司会を担当し、当時の西ドイツにあった、 ARDZDF で放送されていた西ドイツなどいわゆる西側諸国についての世相を報道した内容についてシュニッツラーが徹底的に批判、誹謗中傷を加えて解説を行っていた。東ドイツ国民の多くがスピルオーバーしていたこれら西ドイツのテレビ番組を見ていたためそれに対抗する意味合いがあった。オビニュース番組のアクトエレカメラと並ぶ東ドイツの代表的な プロパガンダ番組として知られていた。1989年の東欧民主化の波により、ライプツヒデのシュニッツラー解任を要求する当時の旧東ドイツ市民によるデモ行進を受けて、この番組は打ち切られた。この直後、ベルリンの壁崩壊が起こった。ありがとうございます。